こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドアです。今回はこちらブレイドアサルトをプレイしていきたいと思います。本作横スクロールアクション RPG ローグライクな作品となっています。さて、でここね、あのデモ版なんだけど、日本語にするとね、日本語にすると演奏するプレイだよね、多分が、まあこうなってるので、でもスタートなんだよね。なんで演奏になってるんだろう、プレイじゃないんだよね。このままちょっと一回始めてみましょうちなみにゲーム内容としては、かなり素早い動きなどもできるローグライクの作品で、アクションローグライクで面白そうな感じがしますね。やってみよう。アンロック要素もあるようです。永続強化、メタプログレクションなどの能力があるのかは謎ですが、ハンクの部屋、ドット絵がいいですね。ジャンプ、ジャンプ2回できますね。2段ジャンプ最初からできるみたい。ダッシュ、あ、クールダウンタイムがあるんですね。ハリーのような動きもできる。ちょっと、なんだろう、その、演奏するが気になるな。おっと、セレクトボタンを押すと、コアとギア。一瞬硬直したから何事かと思った。基礎攻撃力14、パワー。武器などは他にもあるんだろうか。パッシブ、ドローン。よし、先へ進んでみよう。音楽がないから寂しいな。右下にリソースが出ていますね。ジャズバー。エルビー、話す。デッド、日を持て余してた挙句、私に声をかけるとは、どうやら君はよそ者のようだな。あんたってそんなに偉い人？いや、逆だ。なんでもない人なんだね。わかった。このゲームは？これなんもないのか。ちょっとここら辺は、ジェニー、スキップしながら行きますが。格闘家いるね。ほんと、いろいろと動くね。見つけた。数字差より横になってると思った。思ったより丈夫な体質だな。ああ、まあ、主人公怪我してたのを運び込まれたっていうことか。大体会話から。うん。なるほど。材料があれば、ここで別の武器を作成できる。的なことを言ってるね。機械叩かないと動かない。武器雇用の機能を選択してください。同じ武器は違う感じになります。なんだって。チェーンソーを強化して基礎コイルが1増加する。スキルで攻撃するパッシブ選択か、希望パッシブ選択して、パッシブはエスペラニムを介してアップグレードすることができます。永続なのかな？スキル攻撃するとエネルギーを3回復する。スキルで攻撃すると5秒間基本攻撃のクリティカル率が 15% 増加する。どれだろう？これ、ただ全部アンロックできるけど、レベルが上がるってことでしょ。エネルギーがわからないんだよね。エネルギー技とかを使用するのであれば、ちょっと重要そうな感じがするんで、ちょっと行って、行ってフローか。エネルギーの回復量がアップ。試しにこちら。これ、基礎攻撃が1ずつ増加するんだけど、それがどれだけ重要なのか謎なんだよね。ちょっと1つずつ上げていこう。それでこいつ5秒間、基本攻撃力、基本攻撃のクリティカル率が 15% 増加する。これ、良さそうなんですよ、これもね。これ、思ったんだけど、あ、これ、永続強化だ。うん、アップグレードってその周回だけのアップグレードかと思ったんだけど、おそらく永続強化で、そのこの武器のその性能が上昇する。その間 B ダッシュでしょう。 RT と Y が下の能力使用するやつだね。アクティベート、飛びする、動武器。そうですね、やっぱり他にもある。ただスキルがテストできないですね。チャージ攻撃、なるほど。アクティベート、お、いいね、いいね、いいね。好きだよ。遠距離もいけるんだ、今作。チャージはこんな感じになるんだ。おお、いいね。このチャージ攻撃は一時的に、なんだろう、その強化されるっていうことかな。スキル攻撃、クリティカルヒット連携。Y だよね。とりあえず今回はこのままででしょ。もう一つ武器が入手できるみたい。少なくても4種類あるということかな。火を通してポートをチャージしましょう。アンダーシティ。リスクレベル1のステップ。レベル1エリート出現。ああ、確率があるんだね。なるほど。敵ちゃんと逃げそってくれるね。さすが序盤。こういうことかな。スキル攻撃を敵にやってるとエナジーが回復するのだったかな。ちょっと試しに。回復してるかな。ちょっとわからないんだけど。
なるほど。でも永続強化があるのはいいですね。個人的にはメタプログレクション永続強化とかね。メタプログレクションがある方が燃える人なので、私。好きですね。購入する。150だから開けられる。ボイコイルが1増加する。君が言うのはみんなグリップのせいだよ。なるほど。これどこ？ああ、見える。ギア。これ多分この周回だけっていうことですよね。物試しに死んでみてもいいのですが、もう少し進んでいきましょう。例のギアのようなものをどうやって入手するのかも気になるしね。とか2段ジャンプだもんな。2段ジャンプできるんだもんな。ちなみに下ボタン、特に説明はなかったけど、この足場の上で下ボタン、ジャンプを押すことで通常にくぐり抜ける、足場をくぐり抜けることができる。いわゆるね、メトロイドバニア系とか横スクロールアクションでよく見るタイプの操作方法ですね。ドット絵とかがいいな。起動。敵が復活する？ RT 使ってないんだよね、そういえば。これか。点火。火炎武器で攻撃すると1秒ごとに敵を燃やして火炎ダメージを与えます。火炎効果が7スタックになると爆発して広い範囲にダメージを与える。なるほど。火炎放射ノーマル、レア。スキル攻撃のクリティカルヒット率とクリティカルダメージが増加する。クリティカル攻撃のクリティカルヒット率プラスクリティカルダメージ40、火炎ダメージ4秒。ダッシュを開始したポイントから火炎を発生させます。あ、これ良さそう。取っとくか。こんな感じだね。強化されていくんだね、能力が。じゃあ、これもおそらく、この周回限定の能力ということかな。OK。まさか、ちなみに、来年の2月に今だと予定されている発売が、アーリーアクセスで開始されるとのことなので、楽しみですね。今、触ってる感じ、非常に面白い。これ、パリー、今やってみたんですが、パリー簡単ですね。私パリーすごく下手なんですけど、そのパリーが結構発動している。この作、簡単な部類のパリーだと思った理由が、これ、わかるかな？敵のモーションが、出てからすぐ攻撃が出るんですよ。私、例えば、そうですね、敵を倒す1%で体力15回復する、チーズを取得する。あ、これも能力なんだね。私、苦手なタイプのパリーが、敵がこう、予備動作をしたときにすぐに攻撃しないっていうのが苦手なんですよ。パリー系でも。敵がその予備動作はこんな感じ。予備動作をした後すぐ攻撃をしてくる素早いタイプの方がパリーがしやすいというふうに感じるんですよ。癖ですよね。なので、こっちの方が個人的にはいいかな。あ、これ強いな。敵をくぐり抜けることが多いので、このダッシュで炎が出るっていうのはすごく強い。パリーの使用も個人的には好きな部類ですし、どのぐらい下手かっていうと、大体ライブ配信をしてるときに、神パリーが光るとかって言われるぐらいね パリーが苦手なんですけど、大体私がやるゲームにはパリーはない。パリーはない。パリーはあるけど、それは私のやってるバージョンとは違う。そのぐらいパリーが苦手なんですが、このドロップされるアイテム、この回復系以外ですよね、は主人公の方に吸い付くっていうのもいいですね。もう吸い付くの別に能力とかで吸い付くとかでもよかったけど、このすでに吸い付くのいい感じ。ああ、そうか。すべての敵を全滅させる必要はないんだ、今作。ポートが開く分だけ倒すっていうのもありですね。そのまま進んじゃってもいい。ただ、敵は倒すとクリスタルが入手できるので、この赤いクリスタル、クリスタルとそのまま言いますが、入手できるため、可能ならば入手した方がいい。チャージ能力がわからないので試しやってみますが、基礎攻撃力が上昇しているのかな、これは。試しに敵を全滅させてみよう。さっきみたいな何かが始まる可能性もありますし、ここただ無限湧きっぽいんだけど、敵復活したよね。どうなってるんだろう。ついスキルとかはね、温存しちゃうたちなので、こまめに使わないと。アンストッパブル。特にないな。右下のクリスタル以外のものは何だろう。それはクリスタル200以上にいっていない？もしかして。ああ、やっぱ敵復活無限湧きだね。じゃあ倒す必要ない。200以上もたまらない。今更気づいたけど200以上はね。そっかそっか。じゃあここだけ開けて。ボイルが2増加する。ああ、さっきの武器グリップの強化か。1だったのが2になっただけっていうことですよね。そうですね。同じものだから。ドローンのパッシブを確認したいのだけど、ちょっとわからないな。現在のドローンもしかしたら何の効果もないという可能性も。OK。では、さあ、消すもうか。あ、一回起動するとこれが出るんだ。なるほど。さ
さっきてっきりさっきそういうイベントが発生しただけかと思ったら、なるほど、確定なんだね。おっとっとっと、こいつは攻撃早いな。いい感じで、あ、そういえばパリやればよかった。あの、本当にやる癖がないから。あ、氷なんだね。うん、エピック。発射行為は霊気の竜巻を発射します。霊気の竜巻が敵にぶつかることはありませんが、移動範囲内敵は安全状態な、了解了解。敵に止まらないってことだよね。武器に霊気の力を与えて武器攻撃力を増加させます。また攻撃を受けた敵は安全状態、誘導速度が5秒間減少する。あ、これ良さそう。これ特殊なんだけど、スキル系だからちょっとやりにくい。ダッシュ範囲にハゲラをロックオンとします。強変によって攻撃を受けた時は、あれちょっと思ったんだけど、その今ダッシュすでにね、炎がつくけど、これもつく、一緒につくかな。せっかくだから試しに取ってみます。両方つくのかどうかテストで。私が現れるとあなたは驚いてるに見えます。外から見た方がいいですか。武器を私に任せれば別の機能を追加できます。 OK、 武器改造、基礎攻撃力が 10% 増加する。あ、お金もうちょっとあるな。基礎攻撃速度が 20% 増加し、攻撃力が2増加する。あ、それ欲しかった。それ欲しかった、ハンク。あれ変わった？これ、バグかな今だと。今の状態だとバグな気がする。強攻撃が両手攻撃に変更され、攻撃力が20増加。基礎攻撃力 80% 増加。これしかねえな。50のやつないだろ、多分。これもまあ、この周回だけで発動する。あ、両方ともできますね、これ。こんな感じか。おお、ダッシュ一つ取っても強化されていきますね。あの、こういうダブルような感じの能力って、ローグライクな作品だとどっちかになってしまうものがあったりしますね。ハデスとかがそうなんですが、あれはそもそもそういうバランスでできているから、でもこういうどんどんたくさん乗ってくっていうのは個人的に好きなので、派手になるしね、好きですね。いろんなダメージがこう蓄積されていく感じ、いいですね。非常にいい。あ、面白いですね。なんだったらダッシュして、ずっとダッシュしてこうやってダメージを与えていくっていうこともできないわけではないし、面白い、非常に面白い。エリート出現率がどんどん上がっているね。エリートを倒すとどうなるの。ジェムの 10% 確率で1追加取得する。ジェムを取得時に、あのジェムっていうんだね、あのこのクリスタルみたいなものを取得した時に 10% 確率で追加で1点入手できるっていうことだよね。オッケー、強い。ただあの C で言うなら技が少ない。ただセレクトボタンでチェンジできそう。わかるかな、あの下セレクトボタンマークがあるんだけど、あれチェンジできそうな感じ。攻撃力の増加もでかいな。うん、HP などを永続的に強化することも可能なんだろうか。そういえば今作ね、こういうタイプでは珍しくチャプター制になっているらしく、このデモ版ではチャプター1のみをプレイできるとのことだね。チャプターとは一体どういうことなのか、それが気になる。やっぱストーリーがあるっていうことなんだと思うんだけど。チップみたいなのまた入手したね。チップなんだろうな。あ、やばい、タイミングがね。ハリーのボタンここじゃない。おっと、痛い。侍強い、 HP 高い侍。これ取る。おっと、あれ、これさっきのやつと同じだな。あれ、でも回復量変わってないような。中古じゃなかった、違う。お、これ意図せず死ねるか。死んだ。さて、では見てみましょう。画面真っ赤。ちょうどね、銃も使いたかったんだよ。斧はいいかな、近接だし、同じように。あ、お金100で、下のクリスタル入手できてない。あのクリスタル、武器を映像強化用のクリスタルは、どうやって入手するんだろう。ボスかな。発生ですね。強化済みのものは強化状態で。通常攻撃するとエネルギーが1追加される。敵が遠くなると通常攻撃とスキル攻撃のダメージが増加し、最大 30% まで増加します。スキル使用後移動速度が5秒間 20% 増加。これでちょっと試してみようか。ものは試しにね。
序盤は攻撃力が高いように見えるけど、スキルは、なるほど。あれ飛ばし方もいいですね。ちょっと上から落ちる感じがグッと。これ遠距離から攻撃をするので、ダッシュ系のパッシブがあまりいらない感じになってしまうね。悪く言ってるのではなくて、ちゃんとこう違いが出ているっていう点がいいですね。やっぱり 1% 確率で15回復だ。さっきのいくらになってた？ 1% のままだったような気がするんだけど。これ強いな。チャージはね、他のスキルでパッシブ強化系のものでさらに強くできるからだとは思うんだけど、初期時状態だとそこまで強くはない。それとこの手は固定なんだ。ちょっと待ってね、これどこまで届く？ああ、結構ビームみたいな感じで届く。もっと活用していればよかったね。前回の近距離武器を使っている時に、近距離武器でも一応遠距離からの攻撃方法はあるわけだ。あれね、さっき使った時印象的には近くが爆発してるようにしか見えなかったので、遠距離は無理だろうなって思ってたんですけど、ちゃんと見たらそんなことがなかった。でここで強化だよね。現在デモ版だからなのか固定になってるのかな。武器に火炎の力を与えて武器攻撃力を増加させます。まあ、敵に火炎を発射して5秒間ダメージを与える。いいね。武器攻撃力プラス11、火炎ダメージ15。これは強力。ダッシュが被害を及ぼすようになって敵に火炎なわけ。これさっきのやつだね、火炎放射。さっきと同じだな。今同じようなバグもしかして起きてないよね。あれあれ、今取った？これキャンセルしただけなんだけど。あ、取ってない。あ、キャンセルできるんだ。特に強化なかった。あれ、B ボタンを一回押してみたんだけど、キャンセルになった。あれ、下に出てた？じゃあ。気づかなかった。強化なし、いけるんだ。やり込むんだったら、仕様なのかバグなのかは謎ですが。やり込むならね、俺は絶対取るけど。今、スキルで強化されていない状態ですね。あの、火炎のやつが欲しかったんだけど、すごくこの、現在のこの銃のメインの戦い方としては、メインの基本攻撃をやっぱり敵に当てていく形となるので、できればチーズしか出ねえな。レベル2だ。やっぱり強化されてない。15のままだ。なんでだろう。強力すぎるのかな。チーズはいいタンパク質だ。チーズな、チーズタンパク質じゃ微妙なんだよな。爆弦としてはあれもあるから油がね。悪かねえけど、スモークチーズ大好き。スモークチーズ、通常スモチ、通称ね。そんなことはない。この遠距離攻撃の場合はパリをそれほど活用しないな。パリとダッシュをあんまり活用しなくなる。厳密にはパリを使う癖がない私的にはあれだけど、あんまり変わらないんだけど実はね。うん、癖がないからね。おっと、武器の攻撃力が1アップ。このぐらいのタイプの敵だったらいいけど。おっと、エリート系、こいつ青いやつ、あいつもエリートってカウントしていいのかな。上の方に向かっては攻撃できないんだよね。ちょっと上の方にいる敵を倒すのが現状だと難しい。この武器だと B でキャンセルは出てないな。でもキャンセルができる。火炎武器をもちろん取りますね。ダッシュ開始したらポイントから火炎を発射する。 OK、 これでさっき取ってもよかったやつですね。あ、金が今全然ない。プラズマギャラのスキルで発射する発射だけで自動的に敵を追尾する。おお、通常攻撃や敵を貫通するたびにダメージ 5% ずつ増加する。貫通するようになるんだ。マルチショット、スキルで発射して発射の数6個に増加する。強力なの多いな。これを見据えてお金をちょっと取っておくっていう選択肢もあるよね。現状だとただ敵が無限湧きなので2回目に必ず出るんだったら一応やれる。あ、射程がちょっと短くなったかな。さっきもっと長かったような気がする。うん、ちょっと短くなったかな。その分攻撃力がもちろん増加しているわけだけれど、うん、すごく増加しているよね。火炎ダメージがでかいな。これももちろん火炎ダメージになるんだ。
敵の上に2って出てるけど、やっぱりあれ強移動2のレリートってこと、あれは。あ、ごめん間違えた。そこで撃つ予定じゃなかったんだ。お金がちょっと足りないな。あれは間違いなく宝箱とかは間違いなく取った方がいいので。ただ宝箱よりも途中で出てくるブラックスミスというけど、ブラックスミスの強化の方が強力なので、できればブラックスミスが固定で2ステージごとに例えば出るのであれば、それを見据えてお金を貯めておいた方がいい感じはあるね。ジェムの取得率アップか。基礎攻撃力アップのやつが欲しいね。現在のバージョンですとパッシブの種類が少ないような感じはしますね。ただその分ちゃんと練られている仕様が、ゲームのその大げさすぎたりその弱すぎたりっていうパッシブが出ていないので、チーズの回復のやつにしろ、あれ結構強いんですよ、やっぱり回復系こういう作品だとね。死なないことがメインになるので、まあ、死んでももちろん今作強化がありますけど、違うそっちじゃない、おし、ちゃんと振り向ける、おお、いいね。今ちょっとね、わざとお金を貯めるように倒しまくってるんだけど、そう、あっちにね、宝箱があるから、できればあれ取りたいね。取ってから住みたい。根津港は倒しやすいからいいんだけど、これ無限湧きだけど、現在、多分、おいおい、ね、なんだろう、無限湧きじゃない仕様になりそうな感じはするかな。さすがにこれだとね、ずっといかないので、最大が10増加、チャンピオンベルト。10点増加か、悪くはないんだけど、すごい有用かっていうと、そもそも回復手段が限られているからね、なんとも言えないかな。パリしろよ俺どうしてもね、思考が回避に全振りされているので、元から回避しなきゃってなるんですね。このチップが現在は不明ですね。何か特殊な場所で使用するものだとは思うのですが、どういう仕掛けなのだろうか。おっと氷だ。竜巻でダッシュ、よけず武器に霊気の力を与えて、あ、これは取り替えられちゃうってことか。武器攻撃力を増加する、また攻撃を受けた敵は移動速度、威力を増加する。あー、そっか、これはさすがに同時は無理なのか、残念だね。発射攻撃や霊気の竜巻を、まあこれでちょっと試してみようか。同じ、あ、思ったのとちょっと違うけど、攻撃自体が遅くなるけども悪くはないかな。当然だけど、どちらの能力も追加されていく感じか。これ強いな、すごく強い。炎のダメージも追加されているし、これによるこの攻撃によって敵が遅くもなるし、すごくなんだろう、シナジーが高い、いい感じだなって思いますね。あとはここにある宝箱を取るかどうかなんだけど、おっと、2つはさすがにできないか。侍硬いよね、本当に。侍のエリートは硬い、速い、強い、硬い、速い、強い、ワープしてくる。相手したくねえになりますね、あいつは。武器が強化されている場合はどうだかわからないけど、現状本当に硬い硬い。おっと、もう敵の数が出揃っているので、ここで、あ、ボスか。ケロケロケロ、あ、敵銃弾頭の上に撃たれるんだ。なになになに、リロード、よくわからない。あー、ドンキーコング、あ、リロードしてる。なるほどなるほどなるほど。おっとっとっと、おっとっとっと、
まあ俺みたいな銃の撃ち方しやがんな。 FPS の俺みたいな撃ち方しやがんな。爆発、おっとっと、あ、これ一応攻撃すると爆発するんだね。うん、なるほどなるほど。こいつの攻撃パリ可能かな。これちょっとね、あの攻撃方法が違うから何とも言えない。銃撃ってる感じだからね。あ、やべ、当たっちゃった。弾薬尽きてからでいいような気がする。おっと、こいつは遅くする能力の恩恵もあんまり感じられないね、やってても。あ、撃ってきた。てっきりそう、これこれこれ、この召喚のやつをやってくるかと思って高く振ってね、あっちの方にいたんだけどうまくいかなかった。おっと、やべえ、爆発まくれた。あー、惜しい。もうちょっとで倒せたのに。もうちょっとね、ちゃんと避けてれば倒せたと思う。残念残念。うん、そうだね、この分だとやっぱりボスを倒さないとその強化のやつが取れないみたい。気になったのが、その現在取得している通常のクリスタル以外にも緑のものとダイヤのようなクリスタルがある。ジェムって出てたけどね、ゲームでは。当然アンダーコンストラクションまだ制作中。これトイレじゃないの、大丈夫なの。これ以外にもそのやっぱりまだ使用できていない、あの上のチップみたいなのも敵倒すと出てくるやつもあったりとかするので、おそらくだけどゲームを進めていくとまた何か別の強化方法とかが出そうだね。武器はこの3種以外にもう一つは少なくても追加されそうな感じがありますね。いやー、今作は期待ですね。メタプログレクションもあるし、ただ現状あえて悪い点を言うのであれば、ステージが単調。基本的には進んで敵倒して進んで敵倒してっていうだけで、ステージの形状はあまり変わっていないですし、ずっと右へ進むっていう感じですね。個人的にはその操作感もいいですし、技なども楽しいのですが、技の種類が何分少ない。例えば他の作品と比べるのであれば、ここちょっと赤いよね、そういえば画面が。他の作品と比べるのであれば、そうですね、例えばどれでしょう、ハデスっていう作品、まあ、先ほどもちょっと言ったのですが、ハデスと比べるとその全体的に技の種類が少ない。ハデスはその途中で入手したものによって技が変わるんですね、能力が。それとはまた違う。ただパッシブで効果自体が変わるので、それもありますよね。といったところで今回は終了したいので、なかなか良好な作品となっています。ぜひ皆さんチェックしてみてください。動画機の概要欄の方に今作ストアページなども貼らせていただいているので、ぜひぜひコメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。ライブ配信などの情報は Twitter の方に流して、ぜひ皆さん遊びに来てください。たまにライブ配信してるので、ね、動画機の概要欄に今作のストアページや私の Twitter のリンク貼らせていただいているので、気軽にフォローください。ではでは、また次のゲームでお会いしましょう。ホビドアでした。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。